最近の西村ひろゆき、ほんと尖りすぎてて、もうちょっと優しく言ってほしいって、ほんと言っといて、ひろゆきさんに。絶対超えるから。うん、くんこちゃんもね、あの、反りみてえな、鳩みてえなさ、いましたよね、ほんとさ、フランスじゃなくて新宿のさ、中央公園住んでんじゃねえの？朝見かけたぞ、俺。西村みてえな、鳩。言ってね、くてもせんもね、新宿、中央公園からお届けしますか？そんな変な仕草してないし、過剰に演出するのやめてもらっていいですか？あの、パリにも鳩って、あの、8万匹いるって言われてるんですよ。で、鳩って増えるとこう、人への被害も増えるんですよ。単純にこう、うんこしまくるとか、病原菌とか、そのダニから60種類以上の感染症やアレルギーの原因になったりとかで、で、あの、僕って、あの、別にそこまで他人に迷惑かけてないですよね。それを急に鳩呼ばわりって、失礼じゃないですか。